にちは。いつもこんにちは。ご視聴ありがとうございます。始めたばっかりのチャンネルで見ていただけること本当に感謝しております。ありがとうございます。一人でこうやってカメラに向かって話すのは初めてですので、本当に緊張するし、なんかみんなやってることなんだけども、改めてすごいなって思います。一人でカメラに向かって喋るって本当になんかやったことないんで、ご存知だと思うんですけど、もうすごいおしゃべりだし、どなたか誰か相手がいればもう本当永遠に話してられるんですけどね。でもなんかやっぱり見てくださってる方がいるっていうことで、そのこのカメラの向こうにいるっていうことなので、そういうイメージで話していきたいと思います。家族の話をすると、主人が私の一つ下なんですね。娘が中3、息子が中1で、私の年齢にしてはもしかして子供小さいかなって思うんですけど、まあ結婚したのは20代だったんですけど、すぐまあ子供ができなくて、まあ、ちょっとしてからできたっていうのもあって、やっぱり私の同級生の中では私は子供が小さい方かなって思います。だから子供たちのママ友は、まあ、ほとんど年下だし、まあ、どこ行ってもだからいきなり会ってもうタメ口で行きますどうせ私は年下なんでしょっていう感じでおばちゃん丸出していくと、かえってなんか仲良くなれたりするので、そういう意味で得なところと得なことが多いかな。なんかみんないろいろなんかわー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 やってても、なんかふざけて、おかえり、雨降ってる、雨降ってる、あ、そうだ、今動画撮るそうだ、今日ね仙台雨だもんね。一回やんだんだけどね、小雨で、朝雨で天気悪くて、まあ、寒くて、ね、まだ降ってる。そうなんです、仙台今日はちょっとねお天気悪くて、息子が帰ってきましたね今日はね、なんかもうおやつがこの時間で、まあ、4時もう20分ぐらいなんですけど、こんなに遅くにねもうおやつ食べてることもないんですよね。なんかこのおやつタイム始めようと思った時にピンポンってなって出てたら、娘が入ってる保険の保険屋さんで、でなんかその保険を私5年前に見直してたらしいんですよね。見直して変更してたらしいんですよ。でそれがまたなんか新しい商品が出たからプラスいくらかければこれぐらいの保証がつきますよって言われたんですけども、そもそも5年前に自分がどういう保険に入ってるかもう覚えてないのでもう契約の時って私もなんかもう理解も及ばないし、なんか面倒くさがりなんで、あ、じゃあ100円ぐらい上がるんだったらそれまあ新しい方いいですよねなんてこう入っちゃったんですよね、多分ね。ダメですよね。だからとりあえず今回は冷静に主人に相談してから変更するなら変更するっていうことを決めようと思いますっていうことをちゃんとお伝えしましたなんか私も本当にこちょこちょいだし、話人の話聞いてもあーってこうもうはいはい分かった分かったみたいな感じでこと進めちゃうんですよ。でそこがなんか全く違うのが主人で、なんかこの間うちの娘の友達のお母さんに占いしてもらったんですね。家族4人分の生年月日言って、そしたらなんかまんまとなんか当てられて、でまずこの家で嵐を巻き起こすのが私、いろんな意味でなんだそうです。だから巻き込む、家族を巻き込んで、なんか機嫌いい時は機嫌いいけど機嫌悪い時は機嫌悪いじゃないけど、あと何かやるとか何かする、何か問題持ってくるとかは私らしくて、まあ嵐ですよね、ブワーってかき乱す、混ぜる、かき乱すんで、主人は
まあ一通り何をやってもまあできる人らしくて、でまあ家の中で一番の賢者らしいんですよ。だから家族の相談事とかは一手に担うんですよね。私もなんか子供3人って言われてるんですけど、何かあるともう聞いてもらう、そして解決までもう導いてもらう。だから旦那さんをが一番この家で疲れると疲れるから、それを癒すのが息子っていうふうに言われましたね。で娘は私とこう共感する中で、息子と主人が共感する中で、で娘が一番なんだかんだ言ってこの家族のことを思ってるとみたいなこと言われましたね。言われました。だからなんか結局私が嵐を巻き起こして、みんながそれに周りが振り回されるっていうらしいです。だから私は外に目を向けた方がうまくいくよって。だから家庭じゃなくって、例えば地域とか仕事とか、例えばこういうなんていうのかな、自分の好きなこと、趣味とか、そういうのにこう向かっていった方が主人も気持ちが楽になるし、家庭円満らしいです。だから今回 YouTube を始めたことで、なんかその家庭もうまくこう、ま、回っていけばいいかなって思ってます。パパどっか、あのホームセンター、あ今娘も帰ってきましたね